続きましては、数少ない3組だったら次々と勝ちを送り出す、我々の予想をはるかに超えた勝ち合いを実施しております。アドマイヤーオーラをご紹介いたします。父は2008年の本邦チャンピオンサイヤーに輝きましたアグネスタシオン、母は名人ディバハイ、母の父はカーリアンでございます。まずは母3馬の場面をよくご覧ください。大きすぎず小さすぎず上血馬らしい気持ちに溢れる馬体をしております。すがるく柔軟なこの馬体からは直線での強烈な切れ味をイメージいただけたと思います。現役時代は、シーズンのその豪快な制圧をするときに、新山記念、弥生賞、京都記念の3つの重賞を制しました。対戦相手もまだ超一流馬たちであり、最強牝馬と打たれたヨルカやダイバスカーレット、また G1 単勝馬のドリームジャーニーらを相手に勝利を収め、本馬の競争能力が G1 級であったことを物語っております。また本馬は、競争能力非常に優れた血統配置を有して、母名人ディバハイには、母に名人ディバハイ、妹には年度代表馬となったブエナビスタ、近親にはチャンピオンサイヤーマンハッタンカフェが並ぶ超両極馬であります。この両極に備えられ、本馬も出馬としての組織の最多、昨年デビューしましたソルジョサンスは、中央地区と合わせて26頭が出走、そのうちの半数の13頭が勝ち上がりました。また中央競馬では出走した12頭に5頭が勝ち抜きました。その中からクロスプリーザー、ゴールドペガサスの2頭がオープン馬となっております。数少ない中から質の高い3頭を次々に送り出すこのアドマイヤーラは、非常に魅力のあふれる質問まであります。なお本年の後輩力ですが、時代条件の50万円、そして条件70万円で募集しておりましたが、現在申し込み者数により満足とさせていただいております。以上、アドマイヤーオーラでございました。どうもありがとうございます。